うん。うん。うん。今、気づきまえば。大体、車椅子の人間に何ができるんだってんだよ。偉いじゃん、何で偉い口を与えてもね。もう言っちゃったぜ。今言った言葉が聞こえた、あのね。うちの若い人が何人いるか連れてきましょうかって言ったよ。連れてくればいいじゃん。面白い人がいっぱい。どんな若い人か見てやるわ。面白いね。なんかちょっとやっぱり何言ってるか分かんなかった、うん、その分かんなかったんだけど、いつの間にかそうやって若い衆を連れてくる話になってた。知らない人の話を半分以下に聞かなきゃだから。わかる？あのね、他で公園でね、資産が500億の男にもあった。どうも、500億持ってた。500億？だって、そっちの公園行ったら、ね、俺がここのボスだってのがグループにいるんだぜ。そう俺が知ってるんで一人しかいねえわ。だって、ごくごく一部だろ？そう、なんていう。あとの8割、9割は知らん顔してるで。だから本人が言ってるだけなんだよ。俺がここ仕切ってんだって。俺はそういうのが大嫌いなんだよ。例えばまだ 1億とかだったらまだ可愛い。1000万とかだったらまだ可愛いんだけど、500億って言われた。世間はね、そんなに狭くないんだよ。さっきの人じゃない。そうだよ。うるうるしてるで。連れてこないのもうるうるしてるじゃん。連れてこないのもうるうるしてるじゃん。だから口だけっていうやつ。言うだけってやつ。すごいよね。本当にすごい。500億の話を聞いてたからすごい疲れたんだよ。だから口と腹は違うっつってるだろ。それはでも、もう本人は本気だからね。本気。ああ本気で言ってるからね。まあどうでもいいけどさ。ああ、ハンカチ持ってくの忘れた。これがあるからいいじゃん。ああこれ濡れてるで。冷たいんだよ。濡れてるやつは。まあね。だからこれから、だからね、コンビニ行った時とか、こう濡れてないとちょっとカード引っこ抜くのに帰ったら不便だ。乾いてる。なるほどね。でも冷たいと、この真冬の時期ね、冷たく感じるんだ。あ、ダメだなと思ってさ。もう最近何も示さない。乾いたハンカチ。アジダスとかさ。アジダスだね。アジダスとかね。ヨミダスとか。いろいろあるけど、ハンカチもね、サンローランから、ね。いろいろあるけどね。うん。やっぱ、巻くってると寒いな。その、青いやつ、ちっちゃいやつはさ、交換してくれるの？それとももう一回買い直したの？何？くつくつ、これさ。これ？違う。これ、このさ、M サイズのやつは。買ってきたんだよ。だから M サイズのやつは、交換してくれたの？それともまた買わなきゃいけなくなっちゃったの？交換するわけねえだろ。だから、ちょっときついなと思ったから、ね、これ買ってきたんだよ。そしたらこれが本物の L だった。前買ったやつは、ね、紺色は M だった。残念だったね。あれだよ。詐欺だな、詐欺。一種の。で、どこで買ったの？
どこで買ったって履き物は一箇所しかないよ。ここじゃ。そこに今池履き物ってあるからね。娘が婿取って、やってんだけど。そこでほとんど下駄買ったの、下駄。1300円で。それがね、人間品でね、売ってたんだけど、もう全然入ってこねえ。だからしょうがねえから、サンダルにしてるんだよ。下駄はさ、俺もっぱら下駄かサンダルだから、下駄かセッタだから、まあ楽だね。でも、セッタもね、俺のことだから、地味に言うから、安い買い物じゃなくなっちゃうんだよ。動物園前商店街の、ファミリーマートがあって、その隣に、そこの方？ん？ファミリーマートはさ、商店街のさ、もう、真ん中とかじゃなくて端っこの方じゃない？入り口なんだよ。そうそう、入り口。端っこと入り口は一緒でしょ？だから、駅降りて、反対側は、ジャンザン横丁。反対側は、動物園前商店街。一番街。ね。その、一番街が切れたら二番街になるんだけど、その一番街の取っ先に、ファミマがあって、ね。タバコの置いてないファミマ、コンビニがあって、ね。その隣に、紳士靴専門店があるんだよ。そこでもっぱら俺は買うんだけどね。セッタ、靴。セッタと靴ね。俺は持ってもさ、品物はどこでもいいんだよ。ドンキ安いのに、今池駅近くのほら、ドンキホーテ。あ、ドンキも行くよ。ドンキも行くよ。でも安い時に。列がね、あそこさ、やっぱり、にぎわってる時はさ、レジの列がすごいんだよな。あ？レジの待ち列。レジ並ぶのがあんまり好きじゃない。飲みに行くのはさ、あそこのさ、今池商店街の、こう、奥、今池の方にこう行って、曲がったら、飲み屋街があるじゃん？あそこに行ったりすんの？飲み屋街がほら、今池の方あるでしょ？今池の商店街のアーケードを、ここから渡ったら、今池って書いてある商店街入って、その通りがさ、飛びた本通り商店街に飲み屋がいっぱいあるけど、あそこに行ったりするの？どこでも行くわ。俺は、西成新世界、庭みたいなもんだから。それで、気が向いたらね、今里、ね。今里はあっちの方だっけ？南、北新地、重曹、城、どこでも行くわ。じゃあ、電車乗ってるってこと？乗っていくの？行こうか、持ってね。だって俺は全国版だから。北海道から沖縄まで歩く人間だから。だって、埼玉にいた時から全国版だから。よ、学生の頃ね、ワルで名を売って、ね、埼玉、東京にもね、埼玉の、名を轟かす。埼玉のなんとかさんっつって。もともとね、生まれ育った町が、ヤクザの多い町で。稲川会って知ってる？知らないよ。知らんだろ？日本のベスト3の一本だよ。本当だよ。ね、山口組。うん、その辺は知ってる。住吉会。うん、知ってる。稲川会。知らない。この稲川会の、当時の5本指の親分衆って言われた一人の
人の地元だから。そこに俺が